明るくなり始めて、徐々にあの、被害の状況も明らかになってきました。私の後方の住宅なんですけれども、隣の家にまでこう屋根が覆いかぶさるような形で、そして道路にまでなだれ込んでいる形になっています。これでもう完全に車が通行できないような状態ですで。先ほどこちらの住宅にお住まいの80代の男性の方にお話をお伺いしたんですけれども、8歳当時は今で 小つに入って休まれていたそうなんですが、あの、ガタガタガタっと地震が来て、気づいたら、あの、胸の上に瓦が乗っているような状況だったとお話しされていました。で、そのまま下敷きになってしまって、しかし、まあ、45分後に救出されたそうなんですけれども、今も、あの、持病の薬が、 あの建物の中に入ったままで取り出せない、って困っているということをおっしゃっていました。そしてですね、少し歩いてみますと、まあ、被害があの多く見受けられるんですが、こちらご覧ください。大きなブロック塀がバタンと道路に倒れてしまっている様子であったりとか、あと瓦が散乱している様子。そして奥の裏手の裏山が少し崩れてしまっているのも確認できます。